皆さん、こんにちは、こんばんは、くるくるくるです。マリオメーカー、今回も遊んでいきたいと思います。いいねランキングの普通の第1位、マリオを土俵際に追い込んだクッパ様。だが、マサさんのコース、クリア率は 17% ですね。まあ、難易度普通なので、余裕で一発クリアしていきましょう。楽しむことを目標にやっていくよ。下にさ、床があるっていうだけでも難しいとかとてもとかばっかりやってると新鮮な気持ちになるよね。地面があるっていうのがこんなにありがたいことだったんだっていう、そんなことでびっくりしてしまうくるくるクールさん。1アップがいっぱい、1箇所だけコインなんだ。このパワーブロックをこっちに投げて進んでいくる。扉に入ると中に待っていたのは追い込まれたぞ。これ上からさ、どうす、こういうことか、こういうことか。追い込まれたけどさ、これクッパさん相変わらずかわいそうな役回りですよね。ほい、でもこれミスるとやられちゃうから、やられないように真ん中に立ってるのが安全安心。もうチクチクやるのやだな。もっと大きなダメージ与えて一発で倒しちゃいましょうよ。ここでトゲメットが外れてからもう一回ぐらい土俵際に追い込まれる。あ、トゲ像が今度は左右に落ちていった。今度は下かーい。これさ、自分であの床壊してくれなかったらっていうか、タイミング次第ではやられちゃうこともありますよね。もう一回下を補給して、音符を叩いたらゴールなんじゃないの。違った、あれ違うんかーい。靴を取ってヒップドロップでゴール。これ最後のゴールが土俵の形になってるんだ。面白いコースでしたね。ありがとうございました。お次はこちらのコース、ハグチャンネルさんとタックさんがコラボして作られたコースになりますね。ハグチャンネルさんの動画でタックさんのコースをやっていたんですが、ハグさんのコースはまだ見たことがないんで、今回が初見プレイになります。ハグランタックコラボ14ポンドで目指せストライク。最後のサムネの作り方がすごい綺麗ですね。やるなハグ、いつの間にこのテクニックを身につけているんだ。上かい上かい、畜生め。これ3段ジャンプ、嘘、え、こんな難しいのハグさんのコースが。え、ちょっと待って、何が起きた、ちょっと信じられないんだけど。走っていって、とりあえず先の様子を見てくるよ。わあ、すごくないですか？マジで？マジでこれ、マジでって言ったら失礼だけど、これ本当にハグさんのコース超難しいんだけど？これ取れるの？あれ。上、届いた。1、2の3段ジャンプからの？オーケー、今度は順調に走ってこられたぞ。パワーブロックを叩いて、戻るよ。なんで、本当にすごいわ。さすが、毎日のように生放送やってるだけのことはあるな。正直、侮っていたわ。こんなに難しいとは思わなかった。上行ってからの、パワーブロック叩いて3段、3段が出ないじゃん、畜生。そこまで難しくはないと思いたいんだよね。思いたいだけ。ああ、しゃがめないんだけど。この先の三段ジャンプが意外とタイミングが難しいで、しゃがむー。初めてここまで。ひとますか。ほい。うわ、ちくしょー。ぴょんぴょんぴょんや。で、またひとます壁キック。走っていって、ギリギリ間に合った。これはメットはかぶる。スピンからの、またウェイ。パワーブロック叩いて、土管にお邪魔。残り3秒。下ランカ、2、1。これ間に合った。扉入るよ。うわ。ちくしょうめ。よいしょ。とりあえず、まずは3段ジャンプでピンクコインを回収していくで。からのスピンジャンプ。ここは難しくないから落ち着いていこう。難しいのは最初の1枚目のピンクコインを取るところと、この次のヒトマス壁キック。ほい、ここね、重いんですよ。で、ヒップドロップが出なかった。また畜生。これ間に合わないかもしれないな。またタイムがどこだ。
間に合ってほしいけど、三段ジャンプからの、おい、ここも素早く抜けていかないと。どうだ、間に合ってほしい。間に合った、危ねえ。でもなんかさっきよりもタイムギリギリな気がするぞ。おい、パワーブロックを叩いてどんどん進んでくる。こっからスターランが2連発だっか。あー、ここもスピンジャンプで入るの忘れていたな。でもこれ残り2秒、ギリギリ間に合うか。よかったー。結構ハラハラドキドキ、そして難易度高い。クリア率 1% ちょっとだったけど、もっと低いコースのように感じましたよ。ハグチャンネルさん、面白いコースありがとうございました。お次はこちらのコース、ザ・ファーストタイムコラボハグ&タッグ。先ほどのハグさんとタックさんのコラボのタックさんが作ったコースの方になります。クリア率は 2.4%、 ベストクリアタイム37秒。遊んでいきましょう。タックさんのコースの方が難しいイメージがあるんだけど、今回はハグさんの方が難しかったっぽい。これはこっちでいいのかな。おー、すごい。このタイミングの取り方がさすがタックマンさんのコースですね。書き文字がいっぱい書いてあるけど、これ間に合うんだ、間に合うんだ。すげえ今ハラハラドキドキしたんだけど。シティ3。おお、これは踏んでるだけの感じ。ほい、踏んでるだけだけど大丈夫。ファウブロック叩い、おお、おお、ああ、え、あれ、なんか今タイミングずれたかな。いますか。いいですね、よろしくお願いしますよ。見捨てないでね。というわけで、ここのドスに当たるんだよな。ギリギリでジャンプ。この先のドスツンのところもギリギリでジャンプすれば当たらないということが分かったな。1、2、この辺どうだ。うわ、本当にギリギリだわ。次、パウブロックエリアがあったところも奥目でジャンプ。よし、これでどう、いいんじゃない。砲弾踏んで、セイガンさんのコースに似てる感じですね。残り6秒か。これはよいしょ、扉に入って、左、よーし、うわっ、うわっ、はは、詰まった詰まった詰まった、タイムアップ、畜生、難しくないか。で、土管に、土管じゃない、扉に一瞬で入っていく。次、うわっ、うわっ、ここ難しくないか。これ撮影時間かなりかかってるんでね、編集カットが大変になってきてしまいますよ。ハグタックコラボ、ハグさんのコースもタックさんのコースもちょっと難しすぎませんかね。もうちょっと優しめにくるくるくるさんのことを考えて作ってくれて、えんやで。いやいやいや、まあお二人のコースですからね、くるくるくるさんのことを考えて作っているわけはないんですけどもね。おっ、よいしょ、これはいった。次、パウエリア、パウエリアがさっきから何回かやられている、ここ要注意。よいしょ、どう、これどう、 OK、 超えた。残り6秒か。できればここで扉に入った時点で残り5秒。よし、入った。残り3秒。次どっち、右、あー違った、そのままゴールだった。やっとゴールできた。超難しかったこのコースも。あー、叫びすぎてね、喉が枯れちゃった。これはもう2週間ぐらいマリオメーカーお休みしないとダメかもしれないな。 The First Time コラボハグ&タック、ベストクリアタイムまでもうちょっとか。あー、もう喉が痛くて無理です。いやー、でも2人ともすっごいコースでしたね。面白いコース、お二人ともありがとうございました。というわけで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いしましょう。チャンネル登録またの方、よろしければチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにクルクルクル。バイバーイ。